ワウスクリーン。おはようございます。さて本日は岐阜県羽島市にやってきております。目の前にはですね岐阜羽島駅がありまして、新幹線がザーッと朝から走ってるわけですね。やってまいりましたのはこちらコンコルド777岐阜羽島駅前店さんです。前々回のシータイムではこう3連休のコンコルドグループさん見ました。そして昨日のシータイム収録ではその3連休明けのコンコルドグループさんを拝見させていただきました。そして今日は寝台入れ替え初日のコンコルドグループさんとなっております。さらに今日午後からはスロット専門店のコンコルドグループさんということでですね、コンコルドグループさんとは言ってもやっぱり日によって営業形態とかその中身っていうのも全然違うわけですし、またこう連休中のお店、連休明けのお店、入れ替え初日のお店、まあ、いろんなパターンのコンコルドグループさんが見れるというのは非常に楽しみですね。それでは、間もなく開店となりますので、開店入場後また店内の様子もお伝えしていきたいと思います。シータイム愛知岐阜での2店舗収録よろしくお願いいたします。失礼します。おはようございます。あ、すごいっすね、すごいっすねって言ってしまった。すごいですね。なんかものすごい賑やかなお店ですね。めちゃめちゃ大きいですね。めちゃめちゃ広いですね。そしてこの入れ替え初日の店内の BGM めちゃくちゃいいですね。今日は寝台入れ替え初日なんですよね。で、モンスターハンター恐竜戦線でしょ、弱虫ペダルでしょ、まあ、この辺りは最新台でお客様が前台座られてますけれども、にもかかわらずこの花花子、そしてあちらのバジリスク絆あたりもですねしっかりお客様がついている。やっぱりどんなに最新台が導入されても揺るがない人気機種をお持ちのコンコルドさんというの魅力ですよね。最新台に座れなくてもこうやってきちんとお店の看板機種や設置台数の多い機種をお客様に、しっかりとした形で提供されているというのは非常に素晴らしいことだと思います。だから入れ替え初日も寝台だけじゃなくてその他の機種もきちんと埋まっていくんでしょうね。オフィスロの設置台数が多い特徴的なグループかもしれませんけども、ただ設置台数が多いだけじゃなくてもうこのオフィスロのアピールを徹底してますよね。これパネルなんですよ。パネル、こんな分厚いパネルが敷いてあるんですよ。タイルみたいな、あ、タイルですね。タイル、ほらタイル2枚でこうかなちゃんの置き時のあのパネルをイメージしてるんですね。すごいですね。いろいろこうコンコルドさん見てる中で、まあ、機種構成や各機種の設置台数も最初は見てたんですが、やっぱりこう設置台数が多くお客様に支持されている機種っていうのはそのパフォーマンス演出も徹底されてまして、特にオフィスロシリーズの島の作りとか飾り付けやそこでのやっぱりスタッフの方の動きとかお客様の反応っていうのはですね、やっぱり予想ではなかなか真似のできない、それぐらいやっぱり唯一無二のこうオフィスロコーナーをお持ちだなっていうのを感じますね。まあ、まさに看板機種といった感じではないでしょうか。さあというわけで本日の岐阜県愛知県でのシータイム2店舗収録、まずは1店舗目、こちら岐阜県羽島市のコンコルド777岐阜羽島店さんでの収録が終了いたしました。やっぱりこちらもですねオフィスロシリーズの設置が100台以上あり、いかなる状況でもどんな台が入ってもそのオフィスロに対する思いというのは非常に強いなというのも改めて感じることができて、やっぱり魅力的なお店だなと思いました。ありがとうございました。さあというわけで本日2店舗目にお邪魔しておりますのはこちら愛知県高岡市にございますスロット専門店メガスロットコンコルド345吉浜店さんでございます。345台の総台数にちなんで345という名前がついてますけれども、その台数にちなんで毎月3、4、5、まあ、3日、4日、5日はですねいろいろこうコスプレの方がお客様をもてなしたりとか、まあ、いろんなサービスをやったりとかですね、やっぱりこの設置台数にちなんだ日にはこだわりを持ってお客様をお迎えしているようですね。はい、
然いいですよね。うわ、見てください見てください、リンネのラグランジェ、アラジン S2、 シティハンター、ウミネコでしょ、絶対衝撃もあって、スタイドライバーでしょ。やっぱりこのスロット専門店のバラエティは非常に魅力的です。それが全て20円スロットというのにも僕は惹かれてしまいますね。いやー、素晴らしいお店ですね。18店舗コンコルドグループさんありますけれども、その中で唯一のスロット専門店ですから、やっぱりこのスロット専門店にはコンコルドグループさんのなんかこう意地みたいなのが現れてますよね。だからこそ前代20円スロットでしっかりとお客様を楽しませている、そんなお店だと思います。はい、というわけで今回お邪魔いたしましたのはこちら愛知県高浜市にございますメガスロットコンコルド345吉浜店さんでございました。スロットコーナー全台が20円スロットというのもそうですし、あの豊富なラインナップを見てもやっぱり普通のお店ではなかなかできないようなコーナー組んでおりますし、また箱の置き方とかですね、カウンター前の演出だったりとか、まあ、いろんな部分でやっぱりスロ線ならではの楽しみをしっかり提供されているお店だなというのを感じました。はい、スロ線に来て実践できないというのは正直ちょっと打ちたい打ちたいっていう気持ちを抑えながらではございましたけれども、でまたこちらお邪魔する機会があればその時はがっつりと勝負させていただきたいと思います。はい、というわけで今回はこちら愛知県高浜市にございますメガスロットコンコルド345吉浜店さんからのシータイムでした。ありがとうございました。シータイム。はい、おはようございます。今日は愛知県高浜市にやってきております。こちらはコンコルドグループさんの中でも唯一のスロット専門店となりますメガスロットコンコルド345吉浜店さんです。まだ抽選始まっておりませんが、この後抽選を受けて今日はしっかり抽選の方も行っていきたいと思いますので、Cタイム2店舗収録どうぞよろしくお願いします。おはようございます。失礼します。おはようございます。よし、君だだな。いや、ここはやっぱり人気機種いくでしょう。1月最終戦勝って締めくくりたいですもんね。バジリスク絆、何を打とうかかなり悩んでました。これだけやっぱり機種が並んでるスロット専門店ですから、何を打とうか何を打とうか、回転入場ギリギリまで悩んでたんですけど、もう入場が始まった瞬間、あ、絆なんだって思って絆に座りました。よろしくお願いします。2回目、3回目、4回目と BC さんのゲーム数も浅かったのでまだ良かったですけど、徐々にこう BC さんのゲーム数も開いていって、まあ、かなりちょっと立ち上がりとしては厳しい状況になってきました。バジリスクダウンが5連続スルーという中で、足元に6分の投手はこれが950枚目、ここで6体目のバジリスクダウンとなりそうですね。さあ、ゲーム数は161ゲームです。しかし総回転744回転を回してまだ AD 挑戦なし、これが6回目のバジリスクチャンス。6回目、ようやくここでバジリスクタイム確定となりました。もうギリギリ初期投手は1000枚以内という感じですかね。950枚からバジリスクタイム突入です。いや、なんかすごい運動時が結構あったせいか、体感的にも非常に長い時間 AT が来なかったなという印象でしたね。しかし950枚なら逆転の可能性は十分あるでしょう。参ります。まずは1セット目。決まりました。1セット目の投入中、あっ、うそ、1点決まりきました。いやー、かなり通常厳しかったですけど、さあここで振動術ゲットなるか。さあ、どうしてもこのうそ1点
さ、久しぶりに無双一戦みたいな気もしますが、同色ぞろいのマジレスが下げたボルタリスト、ここは頼む。チャンスはゲットならず、しかしマジリスクチャンスは確定ですね。なんとか1セット目継続は決めましたが、今のチャンスは勝ちたかった。ダメでしたか。共通ベルト巻き物ありましたが、3セット目は勝てず324枚、いい語呂合わせです。終了です。最初マジリスクギブナーちょっと厳しいスタートになりました。950枚を使って350枚ほどの現在持ちコインがあるというところで、まあ、せっかくこのスロット専門店来てますから、普段見慣れないような機種、普段はなかなか打たないような機種を打ってみようかなと。ゴルゴ13、バラ十字弾の陰謀、まあ、僕初めて打つ AT 機になるんですが、こちらは純増 2.8 枚の AT 機となっておりまして、高純度の機械ですね。今日はまあ AT のゴルゴラッシュ突入が1回、そして228ゲームというところ、早速打っていきたいと思います。いけ。あ、でも 2B コンティニューとか赤、さっきまで青文字でしたよね。復活。ここはチャンスゾーン突入でしたね。ゴルゴミッションミッション確定、ゲーム数415ゲーム、ここはゲーム数回転ではなく自力チャンスゾーンとなります。いきましょうか。 AT 迎えられるでしょうか。チャンスゾーンはゴルゴミッション10ゲームのチャンスゾーンでしたね。そして消化場はリプレイ成立が AT 当選の鍵ということです。チャンスは一度きりだ。リプレイが揃えば、ゴルゴラッシュと進めた。このゴルゴラッシュが、RT の名称になります。おっ、こういうことか。結構リプレイ来ましたけどね、ゴルゴミッション。ART は非当選です。何だ？いや、楽しみにしてたスロット専門店でのシータイムでしたけど、痛い前半戦でしたね。まあ、時間が短いっていう中でチャンスはあったんですよ。バジリスクタイム1セット目の無双一戦、あれが振動術に行ってれば勝ててましたね。であそこで振動術いけなかったっていうのはもう月がなかったのかなと思いますね。ああいうチャンスを生かせるか生かせないかでもうその日の収支って結構大きく変わりますからね。特に短い実戦でああいうチャンスが来たというところは生かせなかったところがもう完全な敗因でした。しかしもうくよくよしててもしょうがないんで、2店舗目に今から移動して、そしてそちらではビシッと決めたいと思います。ありがとうございました。はい、こんにちは。今日は愛知県での2店舗収録ということで、ここからお邪魔いたしましたのはこちら、メガコンコルド1220港23号通り店さんです。もうちょっと今店内の方を覗いてきたんですけど、すごく広い、そしてすごく綺麗なお店ですね。そちらにはもうスロットコーナーが見えるんですけれども、島の上には愛ちゃんもですね、皆様をお出迎えされているという、なんかすごく雰囲気の明るいワクワクするようなお店ですね。さあ、なんかいろいろありますね。ちょっとバラエティコーナー見てみましょうか。勝ちたい、とにかく勝ちたい。もう何でもいいですよ、勝てるんだったら。なんかね、狙えそうな椅子があればいいんですけど。さあ、本日2店舗目にお邪魔しておりますのはこちら、メガコンコルド1220港23号通り店さんです。前半戦はスロット専門店のメガスロットコンコルドさん、まあ1300枚以上のマイナスで痛い結果でした。でやっぱりもう後半戦もですね、そんなに長い時間打てないですし、短い時間での実戦となりますので、もうここは一撃必殺修羅の時
魅力的な ATK を見つけましたので行きたいと思います。ゲーム数は今433ゲームと割と回されてるんですよね。最初にボーナス AT とあった後、まあ、ここからなら、まあ、1000回転超えればビッグボーナスか SBB になりますし、1000回転以内で当たればもう投資はそうですね、1000枚かかることはないだろうということで行きます。さあこれでゲーム数は967ゲームとなっております。1000ゲームを超えればビッグ以上ということになります、最初のボーナス。しかしこの1000ゲーム手前というのは僕は何度かですね当ててます、当ててるんですよ。ここで多分当たりそうな気がします。ここもこんなことがあるんですよね。もうこんな演出今日ね年々なかったのに、いきなりこう1000ゲーム手前で1000ゲーム超えればビッグですねと言っていたらかなりのざわつきでバトル突入と。これで最初の当たりとなりそうですね。あとはここからの AT で何枚出せるか当たりです。982ゲームでございました。これ計算で出てますけど当たりなんですよね。はい、さあ、投資の方は16本ですから800枚ですね、まあ、1000枚は使っていません。あとはビッグかレギュラーか参ります。前半戦のマイナスがあるので1日で考えれば2000枚以上のマイナスとなってしまいました。ビッグがいい、できれば青がいい、どっち、どっちだ、やっぱりか。1000ゲーム手前のボーナスってなんでこうなるのかな。さあ20ゲームの疑似ボーナス、レアが引ければビッグへの昇格チャンス、チャンス、チャンス。さあここは昇格チャンスです。強水か、よし、今日はね強運楽がよく引けるなと言ってたんですが、大事なところで来ました、強水か。レギュラーボーナスからここはビッグボーナスへの昇格です。そしてここからビッグがスタートしますから、初当たりビッグよりもむしろいい形になりましたね。はい、軸メソモードなし、上乗せはできずでしたが、ここからは電車ラッシュスタートです。2回の赤7カットインあったんですけどね、残念でした。さあ行きましょう、大事なのはここからです。231枚の獲得、レア役もなし、何もなかったですね。さあここでレア役が引ければボーナスとなりますが、スリカかチェリーかチャンスで来るでしょうか。チェリー引いて、スリカも引いて、チャンス目も引いて、残念でした。すごい綺麗なお店でしょ、メガコンコルドさんで、ちょうどこうホールのど真ん中にあるのがこの大きな大きな花のステージのコーナーですけどもね、この島の広さ、そしてこの稼働、この雰囲気、素晴らしいお店ですね。こちらもしかしこのオフィスローの人気がすごいですよね。やっぱりコンコルドさん、今日は週明けの月曜日ですけども、やはりお気づきコーナー、そして花々シリーズですね、非常に多くのお客様が座られております。すごいですね。一撃狙いのシラの時は残念でした。結局800枚使って残せたコインは150枚ほどで、2機種目こちらも純増は高い AT 機になります。戦国コレクション2、これ数は308これまで回されている台を回していきたいと思います。まあ、こちらゲーム数160ゲームですけど、とにかく昨日今日と吸い込んでる台、どこで当たるか分かりませんが、そろそろ大きな世界制覇ラッシュになってくれたらいいなという願いを込めて、やっぱりもう時間と収支を考えたら順調が高い方がいいって思ってしまうんですよね。さあどうなるか、ここは別に原神、武田信玄取って合戦で、まあ、今日はスマホとか
赤文字も何とかありましたけれども、さあどうでしょう。ここは強そうですね。ここだな。ちょっと遠かったですけれども、891コレン、ゲーム数は513ゲームで2期締め、戦国コレクション2では初の AT 当選となります。世界制覇なしです。とにかく継続で立てないといけません。1セット目継続プラス上乗せゾーンという可能性もあります。なんとか1セット目は超えれそうな雰囲気ですね。反発は回避です。大勝利なら上乗せゾーンも確定でしたが、ここは勝利で継続です。さあ2セット目、アジアステージ、ちょっとステージが弱いですね。継続3セット目、アフリカアジアなので、ちょっとここ本当に被害者のセットなんですが、なんとか超えて3セット目、再びアフリカステージです。これが戦術なんだよ。423枚で終了です。いや、ここは無料でした。はい、終了です。423枚か。厳しい。最近弓の鍛錬にハマって、お疲れ様でした。いやー、いやしょうがないですよ。攻めた結果ですもん。シュランの時と先行列なんで、絶対負けたくないっていう気持ちはもちろんありましたけども、負けるはずがないとか、いや絶対これならなんとかなるはずっていう気持ちではなかったんですよね。まあどっちかだろうな。前半戦のマイナスまで取り返すか、それとももうここでさらに大きくマイナス広げるか、もうどちらかしかないと思ってましたが、今日はついてなかったですね。まあ、かなり楽しみにしていた2店舗様ですので、まあ、結果ちょっとですね、情けない結果に、お店に対しても申し訳ないなと思ってますけれども、1店舗目も2店舗目もですね、台を選ぶのが難しいぐらい本当に豊富なラインナップで、楽しいお店でした。いやもう悔しくて悔しくてすいません。はい、というわけで今回はですね、愛知県での2店舗収録、午後からお邪魔いたしましたのはこちら愛知県名古屋市にございますメガコンコルド1220港23号通り店さんからのシータイムでした。どうもありがとうございました。